今日は、雪撮影に来ました。イエーイ。なんとここは標高多分 2000m ぐらいの美しが原高原です。すごい木が真っ白です。めっちゃ綺麗。すごくない？木がほら白いクリスマスツリーみたいな感じ。めっちゃ寒いです。はい、一応まあちょっとたどり着くのにスタッドレスタイヤにチェーンでバッチリと装備できたんですけれども、結構大変でしたが無事に到着しました。まあちょっとあんまり長時間撮影してると寒いし、もしかしたら車も埋まっちゃったりするかもしれないんで、ちゃちゃっと撮って、帰ろうと思います。なんかこう雪撮の装備とかについてはまたあったかいとこで話そうと思います。じゃあ撮影に行ってきます。いやー、傘を忘れましたね。我々は寒いです。じゃあ回ってます。はい。じゃあはい、ちょっと後ろ見てください。こんな感じで超山の上ですね。で、はい、すごい景色ですね。悔しい。悔しいです。そしてね、すごいでしょ。で、ここにちょっとちょうど白い木があったんで、ここでかっこいい写真を撮っていきたいと思います。うまいことスカート広げたい。うわ、ここはでも良くないかな。あ、いいね、抜けが。よし、オッケー。もうちょっとだけ先行って戻ろっか。取れてますか？取れてます。足が全部埋まりました。天才写真家中谷氏からすれば取れてますか？この状況でも。これはですね、はい、よくわからないよくわからない。あ、いいです。澤部さんにあの黄色いバスかわいいな。あ、これかわいいじゃん。自分の色が悪くなってんで、レタッチでたどり着かない。埋まりすぎて。頑張ってかっこいいポーズするわ。ここで1個。よし、ちょっと横から。はい、ちょっとね。こっち歩いてきて。オッケー。相撲。よし、最後、この抜けを取って。あったかくなってきた。撮ってると。来たよー。あそこに塔が見えるんだね。あれ結構人多い。車みたいなやつが来てる。耳がちぎれるよ。耳が痛い。耳めっちゃ痛くなってた。頑張ればもうちょっと取れるとこあるけど、もう活動限界来てます。ちょっと。耳がちぎれちゃう。装備に耳当てがあった方がいいね。ね。いやー。撮影終わりましたよ。撮影終わりました。まあ、普通に雪撮影するだけだったらなんかスキー場とか山じゃなくて普通の街に降ってる雪とかの方が楽だと思います。長時間撮れるし、まあ、でも撮れて30分とか1時間だね、こういう山は。そうっすね。ちょっとただあんま長時間滞在しても髪の毛とかもだんだんボサボサになってくるし、結構こんな山だからほら上がってないです。なんかちょっとここまで山すぎるとゆっくりは撮れないと思うんで、最初はスキー場とかそもそも街にこうちょっと積雪があるような場所から始めると割とこんななんか大変なことにならずに撮れると思うんですけど、でもやっぱ山の上は山の上でこういう絶景というか樹氷みたいなこう綺麗な白い木とか。ちょっと空抜けたポツンとした写真とかかっこいいのが撮れると思うんで、これはこれでねまた良さがありますよね。良かったですね。めちゃめちゃ綺麗でした。とても過酷だけど、あ、でもこれがまた楽しいよね。なんていうか非日常というか。カメラマンはここに来る途中に1回入ってますからね。車酔いによる嘔吐。一回吐きつつも標高 2000m まで頑張ってね、頑張ってたどり着いて。そうですね。雪道とかの運転も私割と何回も行ってるから慣れてるんですけど、まああんまり雪道とか慣れてない場合は結構重装備でちゃんと4駆の車でスタッドレスでチェーン巻いてバッチリ装備でゆっくりと行った方がいいと思うんで、気をつけてね、事故に遭わないように。安全に配慮して撮影していきましょう。あとでまたちょっとこの あったかい場所に行ったらカイロとかねいっぱい貼って、寒い中でもこう元気に撮影できるような装備で今日は来たので、その辺も後で説明したいと思います。はい、じゃあ一回戻ります。はい、じゃあ雪山から帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日は標高 2000m の山の上で雪撮影したんですけど、ちょっと風が強くてだいぶ寒かったですね。で、今日の防寒対策についてちょっと最後話そうと思うんですけど、このまあ私の体中にというか、カイロ何個ついてるでしょうか。カイロ何個ついてるでしょうか。はい、8個でも多分もっといっぱいついてる。まず体中にっていうか、まあ、この手袋最初さっきしてたんですけど、手袋の中にカイロ、この足のつま先用のカイロを貼ってて、これがもうめっちゃあったかい。手袋の中、ここがすごいあったかいと、指先とか冷えた時もギュッて握れば指先も温まるんで、ここにカイロがあるとめっちゃあったかい。この子に12個ですね。両手で2個で、マフラーの首の後ろのとこにくっつくようにカイロで、これ3個でしょ。で、太もも、両太ももに2個で5個でしょ。で、ふくらはぎに2個で、7個で、あと足の裏に2個で8、9個で、二の腕5個で、11個で、お腹で12個で、胸のとこってか、ここ鎖骨で何個だっけ、13個12個で、背中2個1314個、全部で14個ついてますね。とにかくそのどんなにこういっぱい着込むよりも、カイロをそこら中にやるのが本当に一番あったかくて、とにかくカイロをいっぱい貼るっていうのがすごいおすすめです。東京今これワンピースで、撮るときこのコートを脱いで撮ったんですけど、コートを脱いで撮ったんですね。で、これなんかコートを脱ぐと結構このワンピースが1枚薄いんですけど、この中にユニクロのウルトラスーパーライトダウン着てる。で、これをなんかもうゴロゴロしないようにこんな感じで着て、あったかく雪撮をしてきました。寒い、今寒い、まあ、なんでなんだろう、まあ、カイロいっぱい貼るのがおすすめですよっていうのと、あとあれだ、結構寒さは割と我慢できるんですけど、とにかくなんか痛くなってきちゃうともう我慢できなくなるんで、足とかびちょびちょになると本当に凍傷になっちゃって、指とかもちょん切んないといけなくなっちゃうんで、このスノーブーツ、浸水しないやつ、ちゃんと浸水しないスノーブーツにして、でさらにこのスノーブーツとかが、でスノーブーツ履いてても結構雪とか歩いてるとズボッとなんか太ももぐらいまでたまに入っちゃう時とかがあるんで、こういうなんか防水スプレーをシューってこのタイツとか全体にこうかけると、雪がこう体温で溶けてびちゃびちゃになって冷たくなったりもしないんで、防水スプレーやるといいんですけど、まあ、なんか結構洋服とかだと変色しちゃったりとか白くなったりするんで、なんかあんまりどうでもいいようなタイツにこう吹きかけるといい感じ。あとなんかすごい、これどうでもいいんですけど、今この靴の中、その防水スプレーをどんなにやってても結構その足がびちゃびちゃになっちゃう時あるんですよ。だけどこれを靴下今履いてるんですけど、タイツの上に靴下履いてるんですけど、なんかタイツのつま先の部分がないやつだと2枚目の靴下がびちょびちょになった時もすぐ履き替えられるんでおすすめです。何言ってるかちょっと分かんないけどまあとにかく足がびちょびちょになると結構辛いんで、足がびちょびちょにならないようにいろいろ対策するといいと思います。はい、疲れた。以上です。こうやって、まあ、防寒対策して、雪撮影の時でもまた寒い寒いってなってこうカメラマンさんにこう楽しんでもらえなくならないように自分自身しっかり防寒対策すると楽しく雪撮できるんじゃないかと思いました。で最後今日の写真を、ぜひ頑張って撮影してきたので見てもらえたら嬉しいです。バイバイ。